ビッグブラウンは、アメリカ合衆国の競争場、シュボバ。主なカチクラは2008年のケンタッキーダービー、プリークネスステークス。2007年4月のキーインランド2歳、トレーニングセールにて19万ドルで落札される。2007年の9月に行われた芝のデビュー戦を11番審査で圧勝。半年の休養を挟んだ後、翌2008年3月に行われたダート戦のアローワンスも、 直線入り口で先頭に立つと、あとは後続に12場審査をつける圧勝と、デビューからの2戦を共に大差価値を収めた。陣営は、ケンタッキーダービーを見据え、その前哨戦である G1 競争フロリダダービーへ、ビッグブラウンを出走させる。結果は、ビッグブラウンが一度も、先頭を譲らずそのまま5場審査をつける圧勝であった。この後日、全米二歳チャンピオンのオーパスの故障により、 このフロリダダービーを含めたデビューからの連勝、しかも全てが圧勝ということで、一躍、ケンタッキーダービーの大本命とされるようになる。迎えた、ケンタッキーダービーでは20頭立ての大外20番枠と、先行して押し切る競馬を得意とする、ビッグブラウンにはやや不利な枠となる。レースではやはり、大外枠が影響して、内枠発想であった馬たちに先行を許すが、 第4コーナーあたりで徐々に順位を押し上げ、直線で先頭に立つと後続を引き離して5馬身近く、リードを保ってゴールイン。4戦4勝で、バーバロ以来の7投目の無敗、1915年リグレットに並ぶ参戦の最小キャリア、20番枠では1929年、クライドバンデュー戦以来のケンタッキーダービー制覇となった。同馬を管理しているリチャード・ダトロージュニア長教師は、 ケンタッキーダービー初制覇となった。レース後の5月15日には当年限りで競争馬を引退して、総額5000万ドル以上とも言われるシンジケートが組まれ、スリーチムニーズファームで種ボバ入りすることが発表された。2週間後のプリークネスステークスでは3番手を追走し、直線入り口で先頭に立つと、そのまま2番手以下を引き離して優勝。 2着のマッチョアゲインにつけたキサは5バシン1、4とゴール前でデザーモが手綱を緩める余裕があったほどの圧勝で2004年のスマーティー・ジョーンズ以来4年ぶりの無敗での2冠達成となった。レース後、ビッグ・ブラウンは左前足の列ひずめを発症した。そしてアファームド以来30年ぶりの3巻、シアトルスルー以来31年ぶりにして 史上2頭目の無敗での三冠達成がかかったベルモントステークスでは圧倒的な一番人気に支持され一番枠を引き当てた。ライバルと目されていたのは日本から遠征し前年のラグズトゥリッチズに続くベルモントステークス兄弟3連覇に臨むカジノドライブであったがカジノドライブは在庫により直前で同レースの出走を取り消した。レースではまずまずのスタートを切り 花を奪っただったら、テールオブエカティに続く3番手でレースを進めた。第3コーナー半ばで安状のデザーモが手綱を動かすが、ペースが上がらず早々に失速すると、デザーモは異常を感じたのか直線の手前で馬体を大きく、外側へ持ち出して馬群から引き離し、最後は負担をかけぬように減速させながらゴールへと向かった。再開入線であるが公式記録上は、 競争中止扱いとなっている。勝利したのは、花を奪ってそのまま押し切っただたらだった。今までほとんどのレースで圧勝してきた本、馬が、レース後の検査で異常が見つからなかった、ベルモントステークスで大敗したことで、各方面で範囲について様々な議論が交わされた。状況が軽すぎたのではないか、当日の暑さにやられたのではないか、前半行きたがった本、馬を抑えた。 レザーモの機乗ミスではないか、あるいは、右格子の停鉄が外れかかっていたことが影響したのではないかなど、様々な要因が取り沙汰されたものの、敗因を特定するには至らなかった。約2ヶ月の休養を挟んでの復帰戦に選ばれたのは、ハスケルインビテーショナルステークスだった。2番手を追走すると、ゴール前で逃げた、コールプレーを差し切り復帰戦を白帽子で飾った。続いて、 デビュー戦以来となる芝コースのモンマスステークスに出走、プラウィンスキーを首差を抑えて優勝した。その後ブリーダーズカップクラシックを目指して調整がされていたが10月13日に明けクト競馬場の芝コースでの追い切りで右前足に故障を発生、そのまま引退することとなった。2009年よりスリーチムニーズファームで種ボバとして強要される。 初年度の種付け量は6万5千ドル。2010年からはシャトルシュボバとしてオーストラリアでも種付けを行っている。2015年にニューヨーク州のダッチェスビューズファームに移動。2012年に初年度3区デビュー。散発的に重症化チウマを出す程度と期待ほど3区は走らず、しつけ量は2015年には1万ドルを割り込むまでに落ち込んだ。 初年度3区である2010年産のジゴ島が日本に輸入され、その中には日本ダービー3着のアポロソニックがいる。主な3区、編集2012年3本番が惨敗したベルモントステークスの直後にドーピングに対して様々な議論が交わされた。アメリカは他国とは違い競争場に対するドーピングが依然として認められている州が多い。 本場を管理しているダトロー調教師がビッグブラウンにケンタッキーダービー前までアナボリックステイロイドを投与していたことを認めたため全米で競争場に対してのドーピングの是非が問われることとなり2008年にブリーダーズカップが開催されるカリフォルニア州ではアナボリックステイロイドが規制されることとなったありがとうございます